クラウス・リープルクラウス・リープルはドイツの観光産業分野の実業家であるドイツアーヘン出身。1960年代にはケルン大学の学生代表として知られていた。リープルは卒業後の1961年からケルン大学で数セメスターにわたり医学の研究をし、その後1963年に経済学分野に研究対象を移した。また、 1971年に修士課程を終了しその研究を終えた。ドイツ旅行サービスの監査役会のメンバーとして、またドイツ連邦学生リングの副会長として1966年から1968年と1968年から1972年旅行研究のため外務省に雇われていた。彼は卒業後チャーター便を調達し、 1974年に唯一の株主デュッセルドルフから出資を受ける旅行代理店、ケーニフィスアレイ27を設立した。2012年、彼はついに彼の旅行代理店を販売した。リープルはセディのメンバーであり、2001年から2007年ケルンでセディの投函部に属していた。彼は大学の政治に興味を持ち、セディと RCDS のメンバーになった。 1965年に彼は大学の上院で開催された学生議会において生徒会会場に選出され1971年までその影響を持ち続けた。1966年から1970年に彼はノルトライン・ウェスト・ファーレン州 VDS 協会の会長を務めた。リープル協調リベラル学生の政治のため1968年から ケルンの学生会館所属にもかかわらず、ドイツの学生会館の目的のために設立された社会教養教育協会の最初の会長も務めた。彼はケルンの運賃が上昇したことに対して企業に圧力をかけるための座り込みによるデモンストレーションの首謀者として1966年10月に有罪判決を受けたが、その後連邦裁判所におけるケルン地方裁判所において、 最初の無罪判決を受けたことによって彼は、司法の歴史にその名を刻まれることとなる。第二刑事課は、上記判決が、司法における解釈の範囲を超えており、戦闘的少数派のテロの実践を合法化することに、つながりかねないことを理由に、無罪判決を不服として、ブッパータールの地方裁判所に再審請求を行った。上院、ポールハインツボルディス裁判長は、 群衆心理によってナチスによる安楽死を幇助した医師に対して擁護する姿勢をとっていたが拒否される前にその医師を懲戒する決断に転じた。連邦憲法裁判所は1970年代の平和運動を受け上記に関連する判決を覆しはしなかった。ボナーダイ連立は1966年と1967年の間の犯罪にも1968年制定の 音社法の適用がされることを VDS による学生の抗議行動をきっかけに決めたのでブッパータール地方裁判所への再審請求は棄却した。保証決済の民事裁判では達成されたとして KVB はその需要のもと大幅に免除された。学生時代の政治への関与の後、百九十二年からベヌカ財団理事会の既存のメンバーであり、九百九十六年から 副会長を務めている。いくつかの観光協会で1987リープル、部材及び役員歴、中型旅行会社の協会、ドイツの旅行協会、ドイツの観光産業の連邦協会、ドイツ産業連盟。また、2002年以来、彼は連邦経済技術省と DZT の取締役会の会長での観光の質問の諮問委員会である。 2000年から2010年に彼は DRV の名誉会長だった2002年以来、加えて彼はそのようなケルンボン空港などと旅行保険業界における様々な監督委員会の任務を開催している。彼はいくつかの基礎のボードで提供しており、2007年以来、観光のためウィリー・シャーノフ財団の理事長を務めている。同じ年のトルコの観光都市アンタルヤの2003。 名誉市民以来、彼は、チュニジア共和国の勲章を授与された。2006年に彼は、プレミオでツーリスモでテネリフェを受賞した。2007年1月に、連邦大統領、ホルスト・ケーラーは、ドイツ連邦共和国功労勲章を授与。ありがとうございます。